はい、こんにちは、赤崎です。ということで、いよいよユーロ選手権の準々決勝ですね。ドイツ戦です。はい、この試合はヒロナタ選手を入れ替えています。さあ、ドイツ戦、この試合に負けたらもうその時点で終了と。ドイツ代表な、ほんと強いからな。フィンランド代表時代普通に負けたし、サイド攻撃はとにかく強い。もう点取れるかどうかだから、もうこの相手は。いやー、サイドか。OK、ナイスタックル前。よし、シチェンニコフから落として、さあここで縦サイド、サイド、おー、戻した、危ねえ。センターバック、よし、サイド。さあ、マリオ・フェルナンデス、ファ、お、でかい選手がいる、10番。よーし、先制点、完璧。まさかの先制劇、理想的な形だったというか、マリオ・フェルナンデスがなぜかめちゃくちゃフリーだったな。まあ、クロスは狙い通りってところいった。まさかの開始早々の2先制点。コムリチェンコの先制点。あそこら辺でクロスが当たると大抵ハンドっぽく見えるんだよ。怖えよ、ハンド避けられるもんじゃねえからな。よし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 、おー、あー、これきついな。いやー、マジで危な。リュデガーじゃない、今キーパーじゃない、キーパーで今シュートってのはリュデガーだよね。3番がめちゃくちゃ入り込んできたんだけど、ドイツもな、ロシアもでけえけど、ドイツは負けそう取らずでかいからな。全然油断はできないし、前に入られてるよ、危ねえな、もうマジで。さあ、サイド、アフェルツ、アキメノフ、アキメノフクリア、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、ナイスブロック。サイドはなんとか、クロスはなんとかなりそうなんだけどな。真ん中ベルナーだし、はあ、でもこういう足元ごちゃごちゃが一番きつい、正直。いや、しかも通しきれねえし、やっぱ、はあ、終わった。もう無理だよ、そんな位置でロストしたら。もうあっさり同点にされてんじゃん。いや、しょうもねえロストだったな、マジで。いやー、しょうもなさすぎた、あのロストもったいねえわ。焦ってるからこういうミスが起きるんだよな、マットリッチャー。いやー、きつい。ここ誰も、全員フリーになってない。全員マークきっちりついてる。よし、サイド相手。さあ、クロス、放り込め。10番。あー、もう10番に挨拶するな。ヘディングできるのに。ただ、あー、オフサイド。クソオフサイド。もう絶対オフサイドだよ、これ。相当出てたもん、チャロフ。この瞬間に、ほら、出すぎよ、棒。人間、1分、3人分ぐらい出てる。絶対オフサイドだと思ったわ。カットカット。いやー、ダメかよ。チャロフ、ハフェルツ、いや、マジか。回してくるね、うーわ、ちょっと、うわー、やっちまった、終わった。はい、もう出せすぎなんだよな、もう。終わるよ、そんなの。ちょっとどうしようもないな、この守備陣じゃ。とてもじゃないけど、どうしようもないわ、ドイツ強すぎる。いや、あっさり逆転じゃんかい、ハフェルツ。いや、マジで強いんだけど。スペインも強かったけど、ドイツも強えよ。いや、あっさりすぎるんだよな、もうとにかく失点もあっさり。もうちょっと粘れねえかな、なんとか。よしよし、オッケー、叩いて、そこ行ってくれ。おー、決めた。お、マジ、おー、決まった。マジ通るのか、あれ。まあ、裏抜けしてるなとは思ったけど、ゴールキーパー近いし、まあ無理だろうなと思いながら出したけど、通るんか、あれ。先に足が伸びたな。まさかの同点劇。いけるか、もしかしたら。アキメノフ、もしかしたらいけるかもしれん。アキメノフじゃなくてアキメトフ。もう分かんねえな、ロシアの代表の名前。マジで誰一人として読めねえわ。マジリュデカー上がってくる。ベルナー、サイドでしょ、サイドでしょ、分かってるよ、ほら。ザネ、よし、中央、中央。いやー、バカバカバカ。ただかわされるだけのプレーをタックルとは呼ばねえよ。いや、もうファールぐらい、そこまでいったらファールしかねえって。おー、ナイブロック。終わってるよ、完全に。クリア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 。おー、よかった、終わった、危ねえ。前半終了、2対2。早々に1点取って、早速速攻に展開されたときはもう終わったと思ったけど、なんとかもう1点返してくれた。ただ防戦一方だから、なんとかしたいよな。
今日は珍しく蹴っているがあるんだけど、とにかくこのまずはもうちょっと守備もしっかりしたいけどね。正直この状態がこんなさえ失点するよりさすがに勝つのは厳しすぎる。ここ上がってくれ、来た、ナイス、アキメフ、いやーやべえ、ワンチャンスを決めまくる、まさかの逆転。調子いいなロシア、今日めちゃくちゃ決まるね。まあこれはもう抜け出しで決まった勝負ありだったけど、抜け出しからシュートまで落ち着いてた。マジか、ここに来てまさかの逆転あるか。優勝、優勝じゃねえわこれ、ワンチャンあるな。ただ相手の攻撃をどう防ぎ切るかなんだよな。ここまで来るとアキメトフ、やべ、あー危ねえ、通るか、びっくりした今のパス、危ねえと思ったわ。ここ OKOK 手を落とすと速度上げさせて、ここ行ってくれリュウテが、セリカ、セリアってお前なら勝てる、うわーダメか、よしよしよし、いやこれマジでいい形、これマジでいい形、いやー誰かサイドもなんで今そこまで行って止まんだ、止まんない、いやこれ終わった、完全にコース空いてる。さあどうやって止めるかだなこれは。ああどうする、よっしょ、よー危ねえ、よしなんとか攻めの形ができだした。よし4点目取ろう、3点じゃん、全然安心はできない。あーチャラフ出せたな、失敗した。アキメノフ15番、アキメノフ詰まってる詰まってる、誰か上がって、あーダメだ、アキメノフ、チャラフ来た、いやークロス来てくれ、うわ惜しい、マジか、あ終わったなこれ、来た、わナイス、いやディフェンスなんとか一気集中してるわ。立て、いやでもこの展開良くないな、早く4点目が欲しい、4点目がないと全然安心できない。おっ OKOK、 よしよし、いい形いい形、分かれ分かれ、そのまま行って、これシュート、いやー当たるよな、うわーおー、まだまだまだ、ただまだマイボール、まだまだ、焦るな焦るな、いや焦った、はい焦った、今完全な焦りですね。パスそこを出すわけねえだろ、通るわけないじゃん、サイトだよな、分かってる分かってるから、ここはちょっと縦に行って先を先ほどでコーセンス来たから、そうそうそう、それでよーし、ナイス対応だね、はい終わる、やばいやばいやばい、血を血を人数少ない、いやーお、わあ忍びたのに、シュート打つな、うーわ危ねえ、ナイス、残り6分なんとかこれを守りきれるか、それとも追加点を決めるのか、もうそのどっちかだしかないからな、やっぱいってばっか、はあ、終わった終わった、完全に終わった、これは終わった。よしよし、ここ出してゴロビンお願い、ゴロビンなんとかしてくれ、あー全然足の速さが違う、よしよし間に合った間に合った、よしよしなんとか、ラストライフ、あーオッケーオッケー、バリノフ、オッケーオッケー、よしよしなんとか、いやー終わってないか、危ねー終わってなかった、やばい、あーむずい、そこを守りきるのはさすがに、いやバカバカ、バリノフどこ行ってる、オッケー、落ちを詰める詰めすぎぐらいの気持ちで、最悪中央からやらなきゃ、そうそう失点はないはず、危ねー前、よし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 、あ終わった、マジか、試合終了、勝ち上がったね、なんとかとりあえず4強は確定と、終わってみればシュート数はイーブンと、いやーでも前半押されまくってたからな、後半一時期は押せてたんだけどね、最終的にまた押し返されてたからな、まあさあこれでどこまでいけるか。はい、続いての試合はユーロ準決勝イングランド戦です。はい、この試合はベストメンバーでやっていきます。さあ準決勝まで来た、マグアイアとダシルバが先発してるからな、あと優勝まであと2勝、なんとかここも勝ちたいな、ドイツもなかなかにきつかったからな、イングランドもそれ以上やろうな、 OK、 そうそうそうそこ、うわ奪えねえ、はいや、ラッシュフォード、いやマジか、しかもそこ奪えてねえのかよ、ちょっと早い早い、ラッシュフォードはマジで早い、てかラッシュフォードこれどこやってるポジション、よくわからんな、インサイドハーフやってるもしかして、やばい、ああ早い、やっちまった、やっちまったよ、ああ終わってなかった、終わってたと思ったわ、
いやこれめちゃくちゃ危なかった。かわされた瞬間に終わったと思ったんだけど。イングランドいやロシアに、ロシアじゃイングランド、イングランドにドイツはきついな純粋に。よし、ここは落ち着いてパス回しつつ、そうまず回せる位置は、いけ、上がれ上がれ、裏付け、よし、そうそれでいい、それでいい、ここ取ってくれ、お願い、よーし、通ったし、ソボレフ、これは、いやー、分かってたよ、ちょっと厳しいのは分かってるけど、でも打たないとな、でも打たないとな、いや、ちょっと待って、これ無理だわ、デレアリ早すぎね、ここ早いわ、加速力えぐい、30番、しっかり戻って、OK、よし、OK、OK、守りきった、よし、戻りきったね。あーここ軽いと怖いんだよな。誰だこいつ、山頂か、ブリュースターか、異常にタッチっこ、はい、やられた。いやー消えたな今のは、完璧に空いてた、もうやられてしまったな、綺麗に崩された。これブリュースターに明らかに突っかかりすぎだったな。しかもブリュースターダシルバのラインじゃん。ブリュースターこれで何ゴール目だろう、2点目か、もうそんなに点は取ってないな。いやー先制点取られる展開となると相当厳しいぞ。まあ今日も攻めれてはいるんだけどね、攻めは攻撃は意外とできてる。よし、そうそれでいい、それ一回キープしてここサイド、いやもうちょっとフリーな位置に行ってほしかったな、一応そうここいいな、ちょっと空いてる、よしそこコルビン完璧、いやー持てるかこれ、持てたわよかった、上がってくれ、まあいいわ、ここ来てくれ、おマジで来た、あー来てね、なんでそれですら合わないんで、しかもオフサイドだし、あでもやっぱロングボールの方がいいかな、ロングボールの方がまだチャンスになりそうだな、ここはい、やばい、ダゾソパーナイスナイスナイス、来てくれ頼む、チャロフチャロフ、来てくれ、あった、あーくそマグワイヤ、ここ一回バックパスさせれば多分、よし終わった、いやーまあ点取られたとはいえ 1-0 だし、攻められてもいるし可能性はあるな、ただイングランドは普通に強い、もうファールでいいから潰し切ってほしかった今のは、ファールでいいんだよああいうところは、いやーダメだ、サンチョきついな、サイドに流れてきた、ここは一旦下がってミランチュクか、ちょっと陣形を、いやうまターンうま、やっべ、いやだから誰もマークについてねえパターンやめ、オフじゃないのそれ、いやそれオフにしてくれないのはやばい、大終わった、ごめんなさい、はいラッキー、はい入ったー、しかベンチに上からどこから入ってきてんだよお前マジで、いやー2失点目が早すぎる、ラッキーだったな、これゴールキーパー止めたっぽかった、なんかすげえディフレクションしなかった最後のシュートも、当たったよな多分誰かに、あ当たってるのか当たってないのか分からんけど、いやー当たってるんだったら惜しかったな本当に、もう少しのところだったんだけど、たださすがにちょっと力の差を見せつけられてる感じがあるな、チルウェル、あんなところまで入ってきたのかサイドバックが、いやいい終わった、もう誰もいない、人数も足りないし足の速さも負けてる、ハイエンだってラッシュフォードもそう、ブリュースターもそう、あ出てくれ、よし、え残んのそれ、あでもこれ大丈夫、ただこれでキーパーできるはずこいつなら、そうそれでいいぜ、おこれマジ入ってるじゃん、5分やからちょっといけるところまで行こう、マグワイアならかなりのところまで行けるはず、クロスいけ、おシュート、はーい、ファールなし、なんで今シュートすか、え空振ったじゃん、やばい、もう早いドイツもこいつもスピードが速すぎるマジで全く追いつかない、ゾブ忍者、はい終わった、これは終わったな、あーラッキー、あそしてもうその再三ロングボールはやめて、マジでそのサイドへのロングボール一番怖いやつだから、俺もロングボール使う、よしこれは来てる、奥やから、うわーでも出し力か、あでもいけるなこれ、来てくれ、おはいこれフリー、はいこれは決めなくちゃね、はいもう1点取りに行くぞ、いや1点取られ2点目取られてから結構こっちのペースで攻撃できてる、いや完璧な形だったわ、最後フリーだったし、もう1点ぐらいならいける、ソボレフナイスゴール、さあこれで分からなくなってきたぞ、ここはもう勝ちに行くぞ一気に、こういうところ生かさないとマジで勝てないぞ、山頂、ああ奪えねえ、いやでももう1点はマジで致命傷だからな、先言っとくけどもう1点は致命傷だぞ、デリアリ、あーここら辺奪いてえけど奪えねえなうんまだからそういう浮き球のパスとスコアー、おーナイスキーパー、危ねえ終わったと思った今のは、詰め損なったからな最後、いやーここ危なかった一瞬、最後ギリギリ詰めたとはいえね、しかもファール臭かったし、コーナーからお願い、どうかコーナーだけは助けてくれ、
やべやべってそこプリウスだ。あ、あーどうしよう。いや何してるの。危ねえ。ラインを下げてくれ、お願いだから。さあ、よしよし。ここ、あーマッチかキープキープ。はい終わった。裏疲れるよな。やべ。はい。うラッキー、やばい。今のは終わったと思った。とどめ完全に刺されたと思った。ラストチャンスあるぞ。ラストチャンス。どうするかな。ロングボール蹴る。サイドサイド。とりあえずサイド。いやでもロングボール蹴って終わったら、それはちょっと後悔だわ。ここ立て。落として。おサイドガラクション。なんでなんで。よし、いけるいけるいける。さあ、いけるぞ。これいけるぞ。誰か来てくれ。中央、ここ。あー、入って。まだ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 ある、まだある。あー、終わったー。2対1か。いや、惜しかったんだけどなあ。でも、やべえわ。全然いい試合だと思ったけど、シュート本数2本じゃん、こっち。イングランド8本持ってる。まあ、シュート以外のチャンスがなかったわけじゃないけど、内容はともかく結果は惜しかったわ、結構。はい、ということで、その後、イングランドがユーロ優勝しました。イングランドとスペインが、まあ、PK 戦でイングランドが勝ったと。まあ、ロシアはね、準決勝で負けちゃいましたね。ルーマニアが地味に躍進してるな。はい、ちなみにユーロの得点は、オエル・サバル選手、6得点。すげえな、6試合6ゴール、めちゃくちゃすげえじゃん。で、アシストは、キリッチ、キルニック。で、2位がノイハウスで、うちはマリオ・フェルナンデスとシャラフが。まあ、これも2位か。みんな2アシストだから。はい、これにてイエスマン監督キャリア完全に終了です。いやー、最後ユーロも取れたらもうマジで完璧だったけどね。リーグか、じゃあ、クラブ完璧、代表完璧だったけど、まあ、さすがにそこまでうまいこといかなかったね。いやー、ほんとこのシリーズも長く続いて、まさかパート90まで行くなんてとは、夢にも思わなかったからな。途中クラブ移籍あった時マジでびっくりしたもんね。まあ、あるとは思ってたんだけど、もうちょっと早く来るかなと思ってたから。想像以上のタイミングだったし、しかも次のシーズンからと思ってたら、まさかの直後からだったからな。めっちゃびっくりしたわ。まあ、ということで次のシリーズはちょっと選手キャリアを一回やろうかなと思ってます。まあ、ちょっと次回作の投稿はね、ちょっと間が空くかもしれません。まあ、ちょっとね、これからちょっと忙しくなりそうなんで、ちょっと投稿感覚がますますちょっとぐちゃぐちゃになるかもしれませんが、よろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。それではご視聴ありがとうございました。